皆さんこんにちは、ホークです。今回はアマゾンの購入品の商品の紹介動画になります。購入したのが映ってるこちらのロジクールの G105 ゲーミングキーボード、こちら今回購入しました。本当はですね、このキーボードではなくてマイクロソフトのサイドワインダー X4 が前々から欲しかったんですけれども、そちらがですね、まあ昔は5000円6000円ぐらいで売ってたものが今はもう1万円以上になっちゃってて、まあとてもコスパがいいとは言えない状態なのでね、まあ1万超えてるもう状態だと結構1万ちょっとのキーボードかなりの数入ってきちゃうんで、もう美味しさがなくなっちゃったっていう感じですね。あれはもう安かったから、まあ5000円6000円で買える状態だったんで欲しかったっていうのはあったんですけども、今は高いので、まあ、調べ直した結果、光るキーボードでゲーミングで信頼性がある的なものはもうこのロジクール製のこのキーボード、もうこれはもうかなりの数の人が持ってると思いますけど、これがまあ無難なところかなということで今回これ購入しました。まあこれよりも安くて光るキーボードはないことはないんですけれども、結構あんまり有名じゃないメーカーのものはあったりするんですけども、2000円3000円とかで、こちらはですね評判が結構悪かったり、不良品が送られてきたというのがあったりということでですね、まあ一番無難なロジクール製のものなら、まあ大体は大丈夫だろうということで今回こちら購入しました。まあもちろんですね、ロジクールでも良くない製品はあるんですけれども、このキーボードに関してはレビュー見てもそんなに悪い評判は聞かないという感じですね。ではこちら開封していきます。こちら、テイク2なので、もうあのシールは封印のシールですね。こちらのこれは取ってありますけど、こっからですね、開けていきます。と本体ですね。入ってて、こちらにですね、保証書、説明書、あと保証規定の紙が入ってます。ドライバー CD はなしですね。この箱の側面とかに書いてたのは、あのドライバーはあのネットからダウンロードされるみたいです。なのでこの紙だけですね。他のでキーボード本体が、これはいらない、キーボード本体がこちらですね。もうかなりの人がこのキーボードはもう知ってると思いますけど、で有線、もちろん光るのなんで有線、まあできれば無線のやつ欲しいんですけどね、光るので無線って言ったらもうおそらく電池持たないと思うんで、そんなないと思いますけど、まあこれはしょうがないですね、ゲーミングを買うなら。で、キーが、まあ、一応ゲーミングっていうことで、この移動のところですとか、カーソルのところは、一応色分けされてますね。で、もう打鍵音は期待できないです、これは。まあ、茶軸とか青軸とか、そういう高級なものではないので、もう何千円で売ってるものなんで、打鍵音は、まあ、普通のキーボードですね。それで、こちらの上がマクロキー
が、3つ選べて、このそれぞれ6種類設定できると、全部で3つなんで18種類。まあ MMO とかやる人だならこれは、まあ使うと思いますけど、自分は MMO とかやらないので、これはおそらく使わないと思います。それで、こちらが、光り方ですね、このキーの。これの光量調整。こちら側はちょっと自分わからないですね。オンラインでマニュアル見てみないとわからないです。では、一応ノートにつないでどの程度光るか見てみます。一応電気を消して、明るいと見えないと思うね。ノートに。あ、つきましたね。このぐらいですね、明るさ的には。光量調整。これでオフ。で、弱ですかね。そしてこう。まあ、ウェブカムだと、光量自動で調整しちゃうんで、あんまり違いはわかんないと思いますけど。まあ、肉眼で見てもちょこっとですね。まあ、ほとんど、この2段階目で使うと思いますけど。まあ、結構、ユーロトラックでもですね、このファンクションキーとか、あと今、プレイのゲームで視点変更とか、この、番号なので、視点変更が。あと、この辺の設定とかに割り振ったりしてるんで、暗いと見えないですね。それなんで今回、この光るキーボードを購入しました。まあ、光り方はこんな感じっていう感じですね。はい、じゃあ、電気をつけて。それで、このキーボードの、まあ自分はそんな気にしないんですけども、まあレビューしてる人にしては、ここですね。この出っ張ってる部分。これが結構気になる人がいるみたいですね。やっぱりこのアームレストとか使ってる人は、この部分もう明らかに邪魔になると思うんで。まあ自分はアームレストとかは使わないので、まあ問題ないんですけども。まあこうにするんだったら、このロゴをもちろん上側にして、ここをストレートにした方が良かったんじゃないかなと、まあ個人的に思いますけど。まあ、ロジクルらしいと言ったら、ロジクルらしいですかね。これからはこれを使って、行こうかなと思いますね。それでこれ裏側がどういうわけか赤いんですね。一番赤好きなんでまあいいんですけれども、まあこの色はちょっと安っぽいかなっていう赤ですね。まあ、いかにもプラスチックっぽい赤ですけど、まあこれはこれでいいでしょう。はい、ということでですね、今回は。見えるね、ロジクールの、こちら G105 のゲーミングキーボード、こちらの商品の紹介と開封と、まあ、光り方のテストみたいな感じで終わりたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。